皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。チャンネルフルールです。今日は、ニーツさんとダイソーさんと文房具屋さんで買ってきたものを紹介したいと思います。まず最初にこちらナイキあれどうかなの D カードメモってありますね。で結構見てみたら一面がしっかりしてるので、これ外してしまって、ここにあのリボンとかつけてタグとか、それこそメッセージカードとか使ってもいいかなと思って購入してみました。次はこちらメッセージカードですね。ピンクと水色の2種類が。全部柄が違うみたいです。それからもう一つラッピングシールですね。なかったんで、星とハートの方を買ってきました。可愛いですね。バレンタインにいいんじゃないでしょうか。で次はこちらアステです。英字新聞柄のホワイトとこっちのクラフトの2種類買ってきました。カリスとかもついてますね。次はダイソーさんで購入したものを紹介します。ダイソーさんではちょっと素敵なものをたくさん見つけたのでたくさん買ってしまいました。で最初はじゃじゃん、ふくばかめちゃめちゃ買っちゃったんですよね。どうするんだろうと思ってちょっと最初このそこまちジップハンドルバッグ持ち手がついてますね。最近ちょっとこのフレグランスのついたやつが好きで、メモとかマスクとか買い漁ったんですね。でこれちょっと初めて見つけたので、かわいい、ほんとかわいい。こっちもでもかわいいですよ。なんかアメちゃんとかグミとか入ってそうですよね。
タインとかにいいですよ。こっちも可愛いけど。いまいち私分かってないですよ。どこの番号を教えてあげたらみんな探しやすいのかな。こっちかな、やっぱり。分かってないのに映すという。すみません。ということで、シールです。あら、タグ。ドタグです。これは、こっちのこれじゃない。あ、これだ。これを、動画の方で見て、ちょっと探しに行ったんですよね。そしたらなんか4種類あったので、どれにしようって迷いながら全種類買っちゃいました。いいんです、そんなに頻繁に買いに行かないのでいいんです。ということで、とりあえずここを写してみましょう。違ったら誰か違うよって教えてください。そこじゃないよ。ちょっと今回のメインです。これもう誰かが紹介してるかもしれないけど、私は実は初めて見ました。これこんなのセットで100円で売ってあるんですよ。プレゼントセット、カード、メモなんですけどね、これワンセットで100円。種類あるんですね。緑、青かな、とピンクと。もうどなたかが動画で紹介しておられるかもしれないんですけど、私見たことないんでちょっと開けて紹介してみます。上にメモ。で、下にですね、タブとリボンで、これもタブで、これでこのセットで100円で、なんかすごくお得かな。で、なんかこれのちっちゃい文房具屋さんなんですけど、とても素敵なのを見つけたので。
ちゃいバージョン。文房具屋さんなんで値段までバッチリなかなかこうやって貼ってあるとこ最近ないですよね。ドッソ分けファイルに入れたりして、また動画を撮りたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネルフルールでした。